楽天の最強プラン6月1日どうなったでしょうか。はい、皆さんこんばんは。6月1日からですね、データ高速無制限エリアが拡大して、サービスが開始されました。実際ですね、現場の方で調査してみて、エリアですね、どうなっていったのかを見てみたいと思います。対象はね、福岡県のまずは山の方、中川市付近のトンネル内で調査しました。速度の方がね、 5.5 メガBPS 出ておりまして、まあ、こちらね、バンド18に切り替わったところになります。そして博多駅ですね、こちらの方ね、サービスセルインフォで、確認してみたいと思いますので、こちらのね、番号を入力すると iPhone の場合ね、バンド何を掴んでるか見ることができます。バンドインフォっていうところが3になってまして、こちら楽天ですね、楽天のバンド、そして 4.6 メガということで博多駅、やっぱ夕方の混雑してたのでちょっと悪めでしたね。天神の方に行ってみたいと思います。こちらお昼になりますけども、16メガ BPS ということで、まあ、地下鉄ですね、これ肝心の地下鉄見てみると、朝の時間帯で38メガ出てましたね。そして福岡都心部の方行ってみたいと思います。こちらね、バンド3でしたけども、なんとね、110メガヘルツも出てるというね、かなりの高速が出ました。そしてね、気になるね、山間部の方ですけども、6.1 メガということで、掴んでるバンドは3ですね。こちら思ったよりはね、出てるっていう感じでしたけども、まあ、電波の方がね、もう1本しか立ってなくて、純の au は下に出てましたけども、立ってるんですよね。でこちらが au のエリアになってまして、かなり広めですけど、楽天のエリアになるとかなりね、山のところがね、ないっていうところになります。楽天さんではですね、3000ポイントのプレゼント2種類の方をやっております。まあ、詳しい動画はね、別で解説しております。ポボのね、ポイ活もしておりますので、どなたか入ってくれたみたいでありがとうございます。3ギガ補充されました。このコードを使ってね、ポボの方に入るとですね、24時間のデータトッピングが2回もらえます。そしてポボは基本料金が0円です。最初のね、事務手数料も0円、そして使わないときは0円で運用できるので、まあ楽天モバイルとね、副回線のセットでいいと思いますね。で、8000円のね、au ペイの還元もやっておりますので、まあ、賢くね、使っていただければと思います。まあ、この辺もね、10ギガで1000円という使い方ができますと。そしてね、悲しいお知らせで、UQ モバイルさんとのね、提携がね、断られてましたので、まあ、UQ さんね、最近出してるやつね、ちょっと高いので、まあ、ちょっとなかなかね、2365円で4ギガってね、べらぼうにね、ちょっと高いんですよね。で、まあ、唯一使えるのがこのコミコミプランっていうぐらいですね。ただまあ、電波に関しては楽天モバイルさんよりも圧倒的に良くて、これね、田舎のところで撮ったんですけども、やっぱりいいですね。でも、老子の言葉にね、その、オスを知りて、そのメスを守れば、天下の谷となるということで、まあね、弱者を知ればね、最強になるということで、プラチナバンドを持ってない楽天さん、すなわち最強ということになるのか、というところですね。ちなみに皆さん、支払いはバーコード決済とか使ってますかね。楽天モバイルさんを使うとクレジットカードでね、ファミペイにチャージすると 1% の還元がね、月2万円上限でもらえます。そしてこれをね、ファミペイから楽天のギフトカードですね、よくあのアマゾンカードとかに並んでるんですけど、あそこで楽天のね、キャッシュを買うんですよね。楽天キャッシュを買うと、それでね、楽天ペイにね、チャージができるんですけども、これでね、ポイントがね、40取りできるんですよ。で、まずクレジットカードね、ペイペイのカードとか、ペイペイだと 1% 還元ですかね。あと、ファミマティカードとか、まあ、いろんなカードありますけども、クレカのポイントがね、まあ、0.5 から1% 還元される。で、これをね、ファミペイにチャージした後に、さっきの、
ポスカードを楽天のキャッシュとかを買うと、ファミペイで買うと 0.5% 還元されるんですよね。まあ、一時期ね、さらに 1.5% 上乗せがあったんですけど、それがなくなってしまったので、まあ、それでも 0.5% は厚いですね。で、これで楽天キャッシュで楽天ペイにチャージすると、まあ、その部分はね、還元がないんですけども、それでね、実際支払いすると、今度楽天ペイとして 1% 還元がつくので、これがね、合計でいくと、まあ、最大ね 2.5% ぐらい還元あって、さらにね別ポイントとかもつけれるので、まあ究極はね何も買わないのがいいんですけども、まあ、買うならねこの方法を使うとポイントもいっぱい取れます。まあ、ちなみに私はねもうお茶もね今ね水筒に入れて、ちょっとこれややこしいですけどね、これ水筒です。でもう電力さんのね値上げもねどんどん上がってますとね、各7社、まあね、九州はね、なんかね、原発が稼働してるんで、まあ上がらないっていうね、たまたま良かったんですけども。そして今、小屋暮らしの活動をね、してます。でね、小屋のね、横のところの倉庫に、子猫さんがね、なぜかいて住み着いちゃってるみたいで、親猫さんがいなかったので、ちょっと心配なんですけども、ちょっとね、なかなか人慣れしてないみたいですね。この後どうなっていくのかというところで、今回の動画は終わりになしまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。またね。